おはようございます。10月7日木曜日の朝です。今朝はこの調布市菊野台では霧雨のような本当に細かい雨がさっきまで降っていました。久しぶりになんかしっとりとした朝になっています。今日もゆっくり動いていきましょう。今日も手を持ち上げて指を組んで動きですけれども、頭上と膝の間を行ったり来たりする動きです。で、肩の痛い方はもう肩が上がらないわ、痛い、この動きは痛い、やりたくないっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ハーモニー体操はとにかく痛くなく動ける範囲で動いていただく。そうすると少しずつ少しずつ変わってくる、少しずつできる範囲が増えてくるんじゃないかなっていうふうにやっています。あとは痛くないやり方を探すっていうのもあります。例えば肘を伸ばしてやってくださいって私が言ったとしても、肘を曲げたらここら辺まで行くなっていうふうにご自分で痛くない動きを工夫していただいて、痛くなくやるっていう風な変えてやっていただいて全然構わないので、第一のポイントは痛くなく楽にやるということですので、ぜひその原則でやってください。それでは仰向けになってください。床に体を預けてください。今日の床の上の体はどんな感じでしょうか。呼吸に気持ちを向けてください。今日はただ呼吸を観察してくださいっていつも言ってますけれども、今日は胸とお腹を膨らませたり、胸とお腹を小さくしたりという呼吸をしてみてください。大きくやる必要はないんですけれども、意識的に胸とお腹を膨らませたり、スーッと小さくへこませていったり、どうでしょう。そうすると少し肩や骨盤が影響を受けて動いていくのがわかるでしょうか。胴体の動きになってますね。この呼吸、胸とお腹を膨らませる、へこませるという動きがこの胴体の動きを少し生み出しているかもしれません。はい、では動きをやめて頭を左右に傾けてください。はい、では動きをやめて両膝を立ててください。両手は天井の方に持ち上げて手を重ねて指を組んでください。ゆっくり優しくこの両手の指先が頭上の床の方に向かったり、膝と膝の間の方に行ったり、ただ下に降りてくるという動きにすると、もうこの下腹の方にこの指先が来るんですね。方向としては、ハーモニー体操の方向はとっても大事にしています。方向として、膝と膝の間というふうにすると、少し遠くへ、肩が持ち上がってくる。もちろん、膝と膝の間に指先を入れる必要はないんですけれども、方向が膝と膝の方向に向かう。そして
して戻ってきたら頭上の床に向かう。この動きを楽な範囲でやってください。そして目は指先を追ってください。さっきも言いましたけれども、肩が痛い方はもうこれ以上いかないっていうところがあると思うんですね。痛いから、そしたらその手前で戻ってください。痛いことを連続してやらないでください。例えばこの三角形を崩して肘と肘をくっつけながら頭上の方に持っていったらどうでしょう。そしたら肩の痛みとか違和感が減るんでしょうか、とかそういうふうにやってみてください。他の動きをしたら肩の痛みが変わるかもしれないので、で戻ってきたら膝と膝の間の方に、これは肘を伸ばしていきます。この時に頭を持ち上げる時に首に緊張が来ない、緊張が来ないようにするためにはどうすればいいんですかね。この背中の上の方で床を、肩甲骨と肩甲骨の間とか、その下あたりで床を背中が押すことによって頭が少し軽く持ち上がるということがあるかもしれません。楽に楽に指先が頭上の床に近づいたり、膝と膝の間に近づいたりしてください。疲れたらいつでも両手両足を伸ばして休んでください。呼吸をゆったりとして床に体を預けて、あ、力抜けた感じがするなと思ったらまた膝を立てて両手を合わせて指を組んで頭上の床に近づいたり、膝と膝の間に近づいたり、この時に胸やお腹はどう動いているでしょう。指先が頭上に行く時に胸を膨らませたり、膝と膝の間に行く時に胸とお腹を小さくしたり、胸とお腹を膨らませたり小さくしたり、この胴体の動きを一緒にやってみるとどうでしょう。胴体の動きに気持ちを向けると腰が痛くなるという人がいるかもしれません。そうしたら腰が痛くない範囲を探してください。とにかく痛みや違和感やここ頑張るという気持ちが起きたらその手前で戻ってください。そしていつでも休む。この休むという時に体の力は抜けていくのでとても大事な時間です。で休んで力が抜けたらその力が抜けた感じで動くというのもとても必要な考え方だと思います。で真上に指先が行った時にもう目が追えないと思ったら少し体を転がしながら指先を見ていくというのはどうでしょう。そうすると
目が指先を追える角度というのがあるかもしれません。というふうにご自分にとってやりやすい動きを探りながらいろいろ動いてみてください。この探るという動きが体のいつも使っていないところを知らず知らずのうちに動かすことにつながることもよくあります。こんな動きしたことないなという動きが意外と体の動きを開発しているということになるのではないかと思っています。とにかく楽に楽に動きを探してください。そうすると指先が頭上の床に行ったり膝と膝の間に目指したという動きだと思っていたら、実は背中とか肩とか骨盤とか足の裏とかそういうところの動きだということに気がつくかもしれません。楽に楽にいろんなふうに楽な道を探す旅というんでしょうか。動いてみてください。では両手両足を床に預けてください。呼吸を楽にしてください。床の上の体は最初、今朝最初の仰向けの感じとどうでしょう。何か変化があったでしょうか。少し床に親しんだというか、仲良くなったというか、そういう感じがあるでしょうか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめてゆっくりと起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。楽な動きをご自分で探しながら動く、動ける範囲で動く、そういう習慣をハーモニー体操では日々つけていっていただきたいと考えています。さて今日の夜中ですね、日付を超えて2時からはワールドカップ予選のサウジアラビア戦です、はい、この時間に起きて応援することは難しいかもしれませんけれども、皆さん心の中で頑張れ日本と応援してください。それでは今日も一日良い一日でありますように。いってらっしゃい。